アミール・バヘディはイランのテヘラン出身のポーカープレイヤー。元は軍人であり、イラン・イラク戦争では軍人として戦場へと向かった。その後は難民となりアメリカへと移住するに至った。世界で一番パパが好きや、消されたヘッドラインなどの映画で出演したことで知られる俳優、ベン・アフレックにポーカーの指導を行ったこともある。2001年に テキサスホールデムのプレイヤーオブザイヤーにノミネートされた。2003年にはワールドシリーズオブポーカーに出場し、ファイナルテーブルの9人に残ると、最終的には6位となり25万ドルの賞金を獲得した。同年にはポーカー雑誌カードプレイヤーの選出するプレイヤーオブザイヤーでメングエンに次ぐ2位となっている。彼の生涯獲得賞金は325万ドル以上に、 なるとも言われている。2010年1月8日、糖尿病の合併症にて亡くなった。i n アミールバエディ w s o p c o m httpww.wasop.com、com, news 2010,、56, edi, 2010、yan、2656、i n m e m o r i a ー a m i デ b a d i html2010 年1月13日閲覧。 p o k e r l i s t i n g s c o m プロフィールハットエビーランスブラッドレイポーカープロアミールバイリパセズアウェイブラフマガジン2010年1月10日閲覧ヘンドンモブトーナメントリザルツありがとうございます